この動画は公式記録、専門家や関係者の証言を捏造することもあるフィクション解説です。過度な信用はしないでください。皆様ごきげんよう。自称ずんだもんファンのサニーサイド、四国メタンです。とうとうずんだもん動画も外注される時代に突入しましたね。というわけで本日の動画では業者の特徴をおさらいした後、業者が取れる好感度アップ戦略を提案してみます。ずんだもん愛のない業者が騙され改心して魂を込めたずんだもん動画投稿者になってくれることを狙いとしています。行くもん行くもん、ずんだもん。外注業者の特徴は、お金を支払ってずんだもん動画を作る、ずんだもん動画制作初心者にノウハウを教える、一定品質のずんだもん動画を定期的に投稿するとなります。あれ、これだけを見るとただのずんだもん好き好き集団ではと思えるのですが、一般的に業者が参入することは歓迎されませんよね。一体なぜでしょうか。端的に言ってしまうと、焼き畑商法的な行動が好まれないからですよね。焼き畑商法とは、顧客を一気に奪い取り独占的なビジネスを展開した後、採算が合わなくなると撤退するビジネスのことを指します。儲けが全てで、ずんだもん愛がないと捉えられるので嫌われやすいということですね。嫌われる理由をさらに深掘りしてみましょう。顧客を一気に奪い取り独占的なビジネスを展開するという点については、 YouTube が供給を AI によって管理しているため実質的に不可能であり問題になりませんね。皆様が業者参入に対してあまり悲観的になっていないのは、遅かれ早かれ参入されることを分かっていたということもあると思いますが、需要の独占が不可能であることが分かっているから脅威に感じないためですね。よって残りの問題は、儲けが全てでずんだもん愛がないという点になりますが、本当に業者はずんだもん愛がない、愛を示す気が一切ないのでしょうか。 YouTube という人気が重要な商売で、わざわざ嫌われやすい行動を取るのは合理的ではないですよね。よって費用に見合った効果が得られるのであれば、業者もずんだもん愛を示して人気取りをしたいと思っていると考えるのが自然でしょう。そこでここからは、外注で動画制作を行う方を対象に、多くのずんだもんファンを味方につけることのできるローリスクで簡単な手法を提案します。ビートを刻むずんだもん。特に目新しいものでもないですが、私からの提案は、ずんだもんの海外進出を狙って動画に英語字幕をつけませんかということです。ゆっくり解説で字幕をつけたが費用対効果が悪かったのでやめてしまったという方もいるかと思いますが、少し待ってください。ずんだもん動画においては英語字幕をつけることを検討する余地があるのです。ここからは実際の数値を提示して根拠を説明していきますね。私の動画の英語字幕利用率の推移を示したグラフがこちらです。青線が実績値、赤線がトレンド線です。直近では視聴者の約 10% が英語圏ということですね。そして英語圏視聴者が増加トレンドであることが読み取れるかと思います。他の方の考察動画を参考にすると、あなた方は動画1本に1万円以上はコストをかける計画としてますよね。また私調べですが、動画1本に英語字幕をつける作業の相場は1000円程度でした。つまり動画にかかるコストは約 10% の増加ですよね。ずんだもんの海外進出パワーが現状維持であったとしても、字幕にかけた費用と同じだけ売上は上昇しますし、もし需要拡大がうまくいったら、あなたのチャンネルが恩恵を得られるのはもちろん、既存の動画投稿者はずんだもん市場が拡大してウィン、あなたも視聴者から無駄に悪感情を持たれない、むしろ応援されるのでやりやすくなってウィン、私もずんだもん動画をたくさん見ることができてウィンと良いことしかありませんよね。ローリスクでハイリターンが期待できると思えませんか。同志という言葉があることからも分かる通り、人は同じ目的を持つ人に対して仲間意識を持ちやすいんですね。つまり全ずんだもんファン共通の目的であるずんだもんの布教を行うと視聴者の心をつかみやすいんですね。
あなた方は話題にされたら外注依頼を非公開にするあたり、後ろめたい気持ちを持ってるんですよね。業者だけど貢献してるんだぜと胸を張っていきたくはありませんか。業者を宣言するのはリスクが高いと考えるのであれば、個人投稿者を装ってでももちろん問題ないので、海外への布教を行ってみませんか。さよならするずんだもん。いかがだったでしょうか。今回の動画には嘘情報は入れていません。ただし嘘がないということは本当のことであるというわけではないです。業者の方がずんだもんで海外進出しようと少しでも考えてくれたら幸いです。我々ずんだもんファンのサニーサイドは、ずんだもん動画が毎秒投稿される世界線を望んでいます。これは1日に2から3個の動画投稿する意欲的な業者で換算しても3万業者ほど必要になってくるんですよね。業者の10や100程度が参入することは通過点でしかないのです。ちなみに無謀にも思えたずんだもん動画毎秒投稿ですが、実は十分実現可能なところまで来ています。業者が参入したということは、ずんだもん解説がゆっくり解説と同規模以上に伸びると考えた人間が複数いるということです。ゆっくり解説チャンネルのすべてが毎日2から3本の動画を投稿すると仮定すると、その5倍の規模で毎秒投稿が実現されます。ゆっくりは日本の独自文化となっていますが、ずんだもんの可愛さが世界に轟くのは確定的に明らかなので、日本と世界の人口比から単純計算すると現在のゆっくり解説の70倍の規模は狙えるんですね。聡明な視聴者様であれば、ずんだもん動画毎秒投稿の世界が十分実現可能であることを分かっていただけるのではないでしょうか。最後に、業者が嫌われる理由のもう一つは、収益化剥奪を食らう際に YouTube のご判定という形で個人投稿者を巻き込んでしまうからですね。あなたの推しの動画投稿者が収益剥奪をきっかけに投稿をやめてしまう恐れがあるなら、業者に参入してほしくないと思いますよね。この対策は意外と簡単で、おっと、動画の尺的に本日はここまでのようです。対策は次回以降の動画で紹介しますね。この動画を見た業者のあなた、どうか可愛いずんだもん動画を作ってください。それだけが私の望みです。できたら毎日3本投稿してください。そんな業者が28,800人出てくることを願っています。それだけが私の望みです。